ナマンダブツ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 ナ。今日はですね、9月20日なんだけど、9月20日、今日は西本願寺の直属寺院であります、八日市教堂の彼岸屋の法要です。で、私これからまたそちらにお参りに行かんなんと。で、今日は時間的にはちょっと短いものになってしまうかもしれませんけれども、こう昨日まで、こうレーモンドっていうこの本土系の人たちを中心とする日系人社会と、それからハーディービルという沖縄系の人たちが中心になる日系人社会について成り立ちをお話をし、それからその交流ですね、この2つの地区が交流をどれぐらいしていたのか、でね、全くなかったわけではないと思いますが、仏教会始まる前は仏教会を作っていこうという活動が起こる前、仏教会活動を仏教会をね、始めていこうというそういうムーブメントが起こる前はそこまで交流がなかったものと思われます、ね。昨日お話をしましたロバート弘中先生、そのロバート弘中先生がおっしゃってたこの地理的な状況とその交通機関、あのレーモンドっていうところとハーディービルっていうところは今の交通機関の動きで言ったらさっと行けるんですけど、昔は道が悪いし車の性能が悪かったんでそんなにひょいひょいと行けるところはなかったから交流があまりなかったっていうような言い方をされる時がありますね。ロバート先生はそんなふうにおっしゃっていますが、ほんならコールハーストっていうところもねかなり遠いんですよ。もうでも、ハーディービルより遠いぐらい。だけどやっぱりコールハーストの滋賀県人沢田外松さんや西村与三郎さん、そういった方々はやっぱり、レーモンドに、こう行き来しておいでになったり、こうしておいでになりますんで、ちょっと地理的なことだけで距離的なところだけで交流が少なかったっていうふうにはやっぱならないと思います。でそこにやっぱり客観的な問題としては言語の問題、沖縄の、こう内縄口っていうの、そういう言語の問題、まあ要は方言と言っていいのか、ね、方言の問題、なかなか意思の疎通が十分に取れなかったであろうという問題と、それからこう差別意識っていうものがどうしても、まあ、あったし、今も高齢者の中にはあるかな、現在でも高齢者の中にはそういう思いがやっぱあるかなというふうなことですね。でこれはまあアルバータっていうかカナダだけの問題じゃなくて、まあ海外の日系人社会にはやっぱりみんな共通して見られる問題かなというふうに思います、そんなわけでそこまで、こう、交流がなくてで別々に暮らしておいでになったものと思いますけれども、そういった方々がその別々に暮らしておいでになった時に、つまり仏教界運動がきちんと起こる前にはどんな形で、この宗教と関わっておいでになったのかということをこうお話をしていこうと思いますね。ね、仏教界を設立しよう作っていこうという運動が起こる前の各地区の沖縄系社会と本土系社会でどんな宗教的な関わりがあったのか、宗教とどんなふうにつながりがあったのかということをお話をしようと思います。で、まずこう本土系のレーモンドおよびコールハーストっていうふうにここでは最初にレーモンドおよびコールハースト、本土系の人たちの宗教について書いていますので、このここから読んでいきたいと思います。4番、仏教会設立までの南アルバータの日系人社会の宗教。 A、 レーモンドおよびコールハースト。南アルバータの日系移民に対して伝道活動を行った最初の日本人宗教家はバンクーバー日本人メソジスト教会の赤
川義満牧師であった、キリスト教の後に、こう合同教会っていうふうにして、こうメソジストとね、あと2つの教派、まあ3つの教派とも言えますが、が合併してできたのが合同教会なんですけど、1935年ですね。それ以前はこうメソジスト教会のと名乗っていました。そのバンクーバー日本人メソジスト教会の赤川義満牧師がこの地方に開拓伝道っていうんですね、そういうことでおいでになります。いつかと言いますと1919年9月15日から17日です。レーモンドとその近郊のウェーリング、そしてキップって書いて、まあ要はコールハーストのことです。コールハーストの炭鉱の、日系人を開拓伝道に訪れます。でウェーリングっていうところが、初めて出てくる名前ですけど、まあ、レーモンドの、まあ、近くといえば近くかな。レーモンドとか、まあ、そのウェーリングっていうところとマグラスっていうところがあるんですけど、ちょうどその間にレーモンドというところがあって、このウェーリングというところにもちょっとだけ日系人がいたということですね。で、こういったところに日本人を訪れて開拓伝道をなさったと。で、これ、赤川さんの記録によればですよ、日本人の人たちがこうの中にこの記録が、僕は見たことがないのでわからないんですけど、小畑武次郎さんなんかはやっぱり記録残してはるのかな、岩浅教授さんとかも記録残してはると思うんだけど、でおそらく 岩浅教授さんや中村彦熊さんっていうキリスト教の方々がこの地方に来てくれ言うて、そういう請願をしはったんで赤川牧師が来はってんやろうなと思うんですけれども、その辺 の記録はないんですよ。中華私は未見なんですよ。だけど一般的に考えてみると、そうやって、こう中村さんたちが、中村彦熊さんたち、キリスト教の人たちが、こう牧師さんに来てほしい言って請願をされたのでおいでになったと思うんですけれども、そういう記録までは分かりません。で、そしてこの伝道は成功だったようでっていうんだけども、これも一方的な赤川先生の、赤川牧師さんの記録だけで、これ本当に成功だったかどうかはよくわからないんですけど、まあ、そう書いてあるわけです。で、青年たちが赤川牧師に改宗の意思を示し、日本人教会設立のための伝道師派遣を要請する手紙を送った。まあ、こんなふうに書いてあります。1919年ぐらいだったらまだ皆さん独身の時代かな。1920年代に野菜の値段、じゃがいもの値段が高騰して、それによって皆さん多くのお金を手にし、でそれによって奥さんを迎えようっていう状況が成立したわけですから、1919年ぐらいだったら皆さんまだ独身の時代かな。でそういう時にですね、こう赤川牧師に改宗の意思を示して、で日本人教会設立のための伝道師派遣を要請する手紙を送ったような、これもともと熱心なキリスト教徒であった、中村さんから岩浅さんたちはそうであったのかもしれないけれども、それ以外の人たちがどれほど、この伝道旅行に感銘を示していはったのかというのは、これちょっとわからんところがあります。これと言いますのは、これ僕仏教の坊さんやからキリスト教がなんぼのもんやっていうふうに申しているわけではありません。私はその立場には立ちません。こうなぜそんなことを言うのかと言いますと、私の恩師であります筒井正先生の研究に、基づいて言うています。その筒井先生によるとね、日本人移民にとって、仏教であるかキリスト教であるかということがどうでもいい問題であるということです。でそれはもう間違いないことなんやそうで、で、それはどうしてかと言いますと、例えばこの、筒井先生のフィールドは北米合衆国本土なんですが、学習国本土の日系人社会のいろんな記録を見ていくと、どっちでもよかったと。
でとりあえずどっちでもいいんやけど入れ物が欲しかったとかね。で、この会計士さんにせよ牧師さんにせよ、まあ大学、まあ、ぐらいまで出てはるわけだから、その当時としては高学歴なんで、英語も、会計士さんどれぐらい英語できたのか僕は知らんけどねちょっとあの分からない。まあ牧師さんは英語できたと思いますね。うん、これは明らかにそうだと思います。ね、せやけど、まあとりあえずあのこう日本人の会計士さんも、まあ、英語も、まあ、他の人に比べれば教育を受けておいでになると思いますから、英語もできるということで、そこで通訳をしてもらったり、こういろんな届け出をするときにあのこうそういう日本語と英語とできる人は必要やったから、会計士さんである牧師さんであれそういう人は欲しいと。それからあと入れ物が欲しかったというね、こういうあの筒井先生が常に言うのは入れ物が欲しかったからやって言われます。建物があって体育館があって、でちょっと時代はだいぶこっち側新しい方の話になりますが、筒井先生がおっしゃるのをそのまま言いますと、入れ物、例えば仏教界の街道なりキリスト教街道があったら、そこでみんなで集まる日系人の公民館的なこう場所が欲しかったんや。これはまあ確かにあると思いますね。それから、ね、そういうことあったと思います。それから、こう体育館なんかが建てられていくと、で、まあ、これはだいぶこっち側の話ですけども、そしたら日本人はどうしても背が低いと。私が180弱ぐらいやけどね、日系人なら日本人の中で背が高いといえば高いかな、現代でもね。でも別に現代の今の世の中では、こんな履いて捨てるほどおると。で体に行ってみたら、私自身が白人の人と、あんまり黒人の人それほど見ませんが、白人の人なんかと一緒に歩いとった時に、私が背が低いかというとやや高いですね、やや高いですね。だから白人の平均よりは僕の方が背が高いかなと思いますが、それ平均について言うとそうやいうだけで、やっぱりね、あの私よりもはるかに背高いような人というのは日本人に比べると白人の人の方がやっぱずっと多いですよね。そうすると何が言いたいかというと、バスケットボールが人気があると。でバスケットボールが人気があるときに、あの日本人だけで、なんていうかね、日本人と白人とまともにバスケットボールやって、あの背が低い人のね、大きくない人でも活躍できるポジションがありますから、ポジションとして一つや二つはそういうあの小柄な人でもできるポジションはあるけど、基本やっぱ背が高い人の方が有利なもんなんで、人気のあるバスケットをやろうと思ったら、どうしても多人種にね、こう今なんていうの、アフリカ系っていう言わなきゃいけないの、よくわかんないけど、いわゆる黒人の人たちと、みんなやっぱ選手としてはみんなね、プロバスケットボールの選手と白人の人ってそんなにおられませんから、どうしても黒人の人なんかと白人の人とかと比べると背が高い人ばっかり集めちゃうと、やっぱりどうしても、やっぱり、日本人中かな、日系人はなかなかしんどいと。でそれでどうするかというと、要は仏教界でチーム作ってね、で小柄な日本人同士でやると、バスケットしたら小柄なもん同士やから、ちゃんとそのこう対等に楽しめる。これを他人種と一緒にやってしまうと、体格差があって、楽しめないんで、実力差がはっきり出ちゃうんで、それで体育館建てて、で日本人のバスケットボールチーム作るときに、そこで仏教界だろうがキリスト教会だろうが関係ないんやってのはねこれがあの筒井先生のおっしゃるようで、筒井先生はいい加減なこと言ってはるわけじゃなくて、たくさん資料を集めて、で綿密に調査した上でそうおっしゃってるんで、キリスト教か仏教かなんからどうでもいいんやっていうのは先生のお考えです。その証拠に、このキリスト教会と仏教会に同時に手紙を出して、でだからあの北米なら北米の本部にね、こう同じ時にだあの手紙出して、早く来てくれた方にの会員になります。この地域の日本人社会は別にどちらでもいいんやけど、早く来てくれはった方の、あの会員に、あの仏教なら、仏教が早く来たら仏教徒になるし、キリスト教の伝道師さんが早く来てくれたらキリスト教にしますせ、なりますせ言って、そういう手紙を送らはって、たまさかその地域は仏教の会教師さんが早く来はったという、ただそれだけの理由でその地区 の,
日本人日系人の人は仏教界にみんな入らはったっていうようなそういう事例もあるんやっていうふうにそんなふうにおっしゃいます。で、それはですね、それは筒井先生に言ったんですけど、そういう事例あるかもしれんけど、なかなか日系人の1世について言うと、2世についてはそうなのかもしれないけど、1世についてはなかなかそれは難しいものがあるに違いますかって私は言いましたね。で、ちょっと話これずれちゃうなまあまあいいや、そろそろ妖怪地共同行かなきゃいけない準備もあるんやろうからありますから、これぐらいしとかなあかんのですけども、そんなふうに言いましたね。でこれ浄土で、そこでどういうもんやったのかなっていうふうに考えていったときに、もう話ずれちゃったからもういいや、話ずれて終わったらいいと思うんだけど、ここに書いてあるように、わずか数日というかね、ほんの1日おっただけですわ、赤川先生いろんなとこ動かんなんからね、それこそ1919年の時点での交通機関ですから、非常に限られた交通機関で動かなきゃいけない、道も悪かったんで、でごぼこ道走らなきゃいけないんで、そんなに進めなかったと思いますから、レーモンドとかにレーモンドに1日、コールハーストに1日みたいな感じで、こうまあ一泊はされたかもしれないけど、それぐらいのもんだと思いますから、それほど時間なかった。それまあそったったそれだけの中で、子どもの教育も何も関係ないのに、そこまでパッと皆さんキリスト教に関心示すということはちょっと僕とても想像できません。いやそれでも歓迎してこうやって来てほしいような手紙を書いたっていうのは、これもともとキリスト教徒の人だけでやったらそんなことはあり得るかなと思います。からもう一つは、まあ、沖縄の人なんかは典型的にそうやけど、キリスト浄土真宗にもキリスト教にも馴染みないわけです。馴染みない人は一日パッと言い張っただけでそんなにコロッと変わるわけがない。でそしたら、じゃあキリスト教の伝道の仏教の伝道も意味がないのかやったら、そういうもんではなくて、ただ、こう言えることはですね、やっぱり浄土真宗、結局浄土真宗の仏教界がなわけです。浄土真宗の御縁さんが、浄土真宗の開教師さんが行かれてるわけです。そしたら浄土真宗と馴染みのある人にとっては、浄土真宗の御縁さん来はった山口の長富新城先生やけど、同じ下がり富士でですね、同じ下がり富士の奇妙無量さんで、まあ一部お東の人もいはるかもしれないけど、まあお東の人は、ね、たくさんいはるやろうけど、そしたらまあ富士は違うけど同じ奇妙無量さんやし、西の方もなんかはもう完全に地方武士いうのがあるにせよ、私も滋賀県の地方武士だいぶご門徒に直してもらったんですけどね、地方武士皆さんのところもあるでしょ。でそういうのはあるけど、みんな同じ奇妙無量さんで、商人一流はご関係の趣はでやってるわけです。でそしたらそれはもうね、こう浄土真宗の仏教界のが作ってご縁さん来てくれはるんやったらと思うんやけど、でそれが、こう例えば日蓮宗のお檀家さんや禅宗のお檀家さんいったあんまり、まあまあ余宗他の浄土真宗以外の宗派の方々にとって、日本人にとって浄土真宗のご縁さんやから言って、日本人やから、日本宗教やから、大和魂やからっていうところはこれはもちろんあるわけだけども、そういう、こう日本宗教だから仏教だからということで、仏教に親しみをより感じるでしょうから、こう仏教の浄土真宗のご縁さんに来てもらいたいという、そういう思いはあるけれども、しかし浄土真宗のは日蓮宗や他の天台宗やから禅宗の人にしてみたら異質なもので、慣れていませんし親しみがないです。でそこで、こう自分の研究、自分自身の研究を申し上げますと、こうキリスト教率が高いのはやっぱりどうしても東北であったり岡山であったり、この浄土真宗が弱い人たちが弱いと、浄土真宗の教えが盛んでない地域ですね。弱い言って強い弱いの問題ではないから、浄土真宗の教えが盛んでない地域の人のキリスト一世のキリスト教率はやっぱり浄土真宗が盛んな地域の一世のキリスト教率に、比して格段に高いです。
逆に言うと浄土真宗が盛んな地域の人が浄土真宗の仏教界があったらそこに属する。で、その率は高い。で、そして東北とか浄土真宗が盛んじゃない地域の一世の人は浄土真宗もキリスト教もこう親しみが少ないですから、結果としてキリスト教に入っていかれる方が東北やそれから浄土真宗岡山とかそういった浄土真宗が盛んでない地域の人たちはキリスト教に入りやすいということが確かにあります。で、そういうわけですから、この最初にキリスト教の伝道活動が始まって、でキリスト教側の赤川先生の手紙だけ見とったらえらいみんなあっという間にキリスト教に入っていかはって、ほんでキリスト教の教会来てほしいって、まあ、実際来られなかったんですけど、そういうようなもんでもなく、でやっぱどっちでもよかった言うて、こう筒井先生はおっしゃいますけれども、それはそういうもんでもなかったはずである。やっぱりどうしても浄土真宗が強い地域からこうアメリカやカナダに渡られた人たちについてみると、やっぱり来てほしい、浄土真宗の人に来てほしい、他のところの人は確かにどちらでもよかったっていうことになるのかなということを自分でこう研究してみて、分かることで、やっぱり筒井先生の考え方っていうかな、今これから申していくような話とはちょっとずれていくかなと思います。今日はこれぐらいにしておきます。